だ酒だ酒だ、おい坊主お前も飲め、こっち来い。いや俺明日試合だっての。てか未成年だし。俺は一回戦負けしまってから遠慮なく飲めるぜ。これはこれで悪くねえな。そのポジティブさ見習わないとね。あれ、そういえば分かってる分かってる、僕は任せてほしいね。次のお前の相手、筋力だけなら名一族と同等か、あるいはそれ以上かもな。手ごわい相手なのは間違いない、ね、まあでもパワー自慢を型にはめる方法なんていくらでもあるよ。頼むしな。ま、君の分まで頑張るよ。おい、俺の分を忘れんなよ。そうだね、でもちょっと僕には重荷かな。お待たせしました、シュガーカルトです。ごゆっくり。意外だな、忍者も酒を飲むんだな。忍者を買いかぶりすぎだ。飯も食えばクソもする。だがどのような状況下でも対応できるように心がけているかな。酒を飲んでる今もだ。常在戦場、さすがだな。ところでジライア先生について聞きたいことがあるんだが。いいね、あの銀髪野郎、今日は前菜だけで食い足りねえと思ってたからな。くかか、楽しみだ。よう、よこすな。いい試合見させてもらったぜ。調子で、あんたに紹介したいやつがいるんだけど。おい、はじめまして、検診会空手の大月ゆきです。俺のせがれだ。ま、血はつながってねえんだけどよ。以後お見知りおきを。調子、いろいろあって、2回戦のあんたの相手、この勇気がすることになった。よろしく頼むぜ。誰が相手でも真っ向から叩き潰すだけです。それが力士ですから。お手柔らかに。稽古つけてもらいな。本当かそれ、今度俺にも紹介してくれよ。ああ、いいぜ。それにしてもグリコの野郎、便所行ったっきりなかなか帰ってこないな。確かにな、ナンパでもしてんじゃねえか。ああ、ねえ。あれ、やっぱドラグノスさんいないな。ああ、ロシア帰っちゃったのかな。よう。おお、グリコさん。めちゃくちゃテレビで見てたよ。ファンなんです。戦えるの光栄ですよ。ありがとうよ。だが、てめえをガキ扱いして加減はしねえぜ。使えるもん全部使わせてもらう。光栄プロレスを教えてやるよ。へへ、楽しみにしてるよ。皆の者、一回戦ご苦労であった。どの試合も
わしの想像をはるかに超える素晴らしいものじゃった。次回戦も期待しておるぞ。健闘になる。二回戦対戦カード、グリコ・オースティン VS 矢沢秀樹、黒龍山 VS 大月優希、ダンテリー VS レイ・ガイロ、ドネル・バナリオ VS ラルフ・E・ラムシュタイン。1回戦、大式歌に送られた戦士たち、己が誇りを守る熱い鼓動を宿した男の、ここは戦場、無数の群衆たちのギラつく闘志にさらされ、コロッセオに引き出される剣闘士、魂燃えるグラップラーたちが、ただ己の最強をかけて激突する。次回、2回戦開幕。危険に向かうが本能か。忍者を買いかぶりすぎだ。酒も飲むし、クソもする。いや、酒も飲めば飯も食う、okay. 食うし、クソもする。酒も飲めばクソも食うし。最悪だ。